はい、どうも、皆さん、こんにちは。全盲のバイオリニスタを、そして YouTuber のアナちゃんこと、穴澤雄介です。本日は木曜日、なるほど音楽の時間です。あんまりなるほど音楽っぽくない入り立ちで、なるほど音楽をお届けしたいと思いますけれども、今日はちょっとね、夏にちなんだご質問をいただいたので、この動画だけこの格好でお届けしたいと思います。チャンネル視聴者の、30代男性の方から、花澤さんにとって夏といえばこの曲ありますか？ね、ポップスやクラシックや演歌、聴きたい曲、弾きたい曲教えてくださいというご質問いただきました。いや、難しいですね。クラシックに関してはあんまりイメージつきませんけど、まあ強いて言うなら本当に月並みですが、ヴィヴァルディの四季の夏ですかね。でもヴィヴァルディの四季の夏は結構、まあそれこそ今年の夏っぽいっていうか、なんかちょっと猛暑感ありますよね。うだるような暑さっていうか。うわー、夏、暑いよーって感じがしますね。ヴィヴァルディの四季の夏はね。まあ、あとは、雷雨の感じ。夏の嵐みたいな感じとね。そう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 。まあ、私、もともと夏が好きかっていうと、あんまり好きではなく、で、ほら、まあ少なくとも東京はね、年々どんどん暑くなってきちゃうじゃないですか。いやー、これ以上暑くなるとちょっと無理ですよね。そう、だからね、あんまり、そう、本当明るいイメージをそんなに持たないので、ヴィヴァルディの四季の夏は私にはぴったりかな、夏といえば。演歌も私、あんまり夏、演歌ってイメージないんですけど、なんだろう、夏の演歌って言ったら、浪花節だよ、人生はとか。あと何でしょうね、祭りだ、祭りだとかかな。あと何だろう、夏か。まあ、ポップスもね、そこまでその、夏のポップスはいっぱいありますけど、サーフィンとかやる人だったらね、もうちょっと出てくるのかもしれませんけど、ちなみにそんななんで、あんまり夏らしい曲、弾く方でもレパートリーが限られてくるんですが、まあ、夏場のライブだとやっぱり、まあ、ボサノバとかね、ラテン系の曲は選曲に入れることが多くなりますね。まあ、別に夏以外でも入れたりするけど、まあ、夏だったら1曲は入れようかなって感じにはなりますけどね。まあ私、そうですね。まあ弾くのも聴くのも好きなボサノバで言えば、ウェーブかな。ウェーブいい曲ですよね。それぐらいしか思いつきません。あと、なんだろう。ラテンの曲ね。まあちょっと、お客さんと楽しく盛り上がるって言ったらね、テキーラとかやったりしますけどね。マンボとかね。非常に月並みですね、そう考えるとね。私の夏の音楽は。全然面白い話が出てきません。作曲もしてるじゃないですか。私、自作曲もね、夏にちなんだ曲、すっごい少ないんですよね。で、今日 BGM に使ってるのは、これもね、夏の曲ってわけじゃないんですけど、これ沖縄の竹富島にいた時のね、
島のイメージで書いた幸せいっぱいの小さな島って曲です。まあ私竹富島に行ったのは3月のね、下旬とかだったかな、3月中旬とか下旬とかくらいで、もうでもねその時も28度とかあって、もうみんな足海ね、水に浸かったりとか浜辺で遊んでたりとかして、うん、もう夏って感じでしたけどね。だから実際にいたのは3月なんだけど、まあちょっと夏っぽいイメージでも、この曲ぐらいしかね、あんまり、夏の終わりっていうことで書いた曲はありますけどね、夏と音楽が結びつかない音楽家なのかもしれません。夏はこうイメージの扉をシャットダウンしてるのかもしれません。ということで今日は全然面白い話ができなくて大変申し訳ございません。他にも私アナちゃんに聞きたいことがあったらぜひコメント欄にお書き添えください。チャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。